極東アジアで今起きている北朝鮮の瀬取り問題に、国連でも対策を強化しています。今回瀬取り活動対策として、ニュージーランド軍の P-3K2 が嘉手納基地に到着しました。ドイツのフリゲート艦も日本に到着、監視活動が強化されていることがわかります。今回は、ニュージーランドの P-3K2 について見ていきたいと思います。韓国は瀬取りを活発化していますから、名目上は北朝鮮ですが、実際のところは、韓国の監視活動がほとんどかと思われます。瀬取り活動中に、海上自衛隊の P-1 哨戒機に見つかって、レーダー照射をしてしまったと思われる事案もあり、しかも、軍艦で瀬取りということすらあったとか。2021年11月、国連安保理の決議に基づき継続的に実施されていた北朝鮮のいわゆる瀬取り行為監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たると報じられました。瀬取りは、あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、洋上で、船から、船へ船荷を移し替えることを言います。北朝鮮が、この瀬取りを行うことが安保理決議で禁止されているということです。ニュージーランドは、同国空軍が保有するアメリカのロッキード・マーチン社製の P-3K2 オライオン対潜哨戒機を、沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣して、11月中に瀬取り監視任務に従事するそうです。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続ですし、今年2021年は4月から5月にかけての派遣に続く2回目になります。つまり、通算5回の派遣ということになるのです。日本は P-3C から国産の P-1 に、アメリカは同じく P-3C から P-8 へと、新型機体の導入を進めていますが、ニュージーランド空軍の P-3K2 オライオンは、同機のシリーズ中でもグラスコックピット。グラスコックピット、乗り物の操縦や運転に必要な各種情報を、アナログ計器やランプではなく、液晶ディスプレイなどに集約表示したコックピットを採用した近代化版と言えましょう。ドイツは、同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から、北朝鮮の瀬取り行為監視に従事させることになりました。ドイツとしては、初の任務参加となります。バイエルンのデータですが、満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルで、ディーゼルとガスタービンの両機関を併用した CODOG 方式によって駆動、最大速力は29ノット、航続距離は4000海里を誇るそうです。兵装面では、バイエルンは、フォートメラーラ社製の 76mm 単装砲1機、マーク41垂直発射システム、VLS-16 セルで、空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとして、エグゾス SSM 連装発射塔を2機などが搭載されています。実は、バイエルンは、日本と関係があります。今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末に、中東ソマリア沖で海上自衛隊護衛艦夕霧と合同軍事演習を行い、その後、オーストラリアやグアムを経由してやってきたのです。11月4日から5日にかけて、関東地方の南の海上で、海自護衛艦サミダレと合同軍事演習を行いました。その後日本へ寄港したので、ドイツ海軍の艦艇としては、2002年以来、実に20年ぶりに日本を訪れたことになります。そもそも、北朝鮮の瀬取り監視へのドイツ参加も初めてのことでした。これまでは、日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8カ国に限られていたので、これは、新たな動きと言えましょう。これまで、日本を含む8カ国が、北朝鮮の瀬取り監視を実施してきた根拠とは、2017年9月に採択された国連安保理決議2375です。目的は、核兵器や弾道ミサイル等開発を続ける北朝鮮への制裁です。この決議によって、国連加盟国は、等しく、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁じ、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物、化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止すると目的に掲げています。
しかし、実際は大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというより、北朝鮮側が石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利益を得ようとすることを防ぐのが狙いとも見られます。北朝鮮による瀬取り行為は、主に東シナ海を中心に行われていると推測されているので、東シナ海が各国の航空機や艦艇の監視活動の重点海域になっていますが、ここには別の問題も存在すると言われているのです。西側諸国からすれば、近年、特に海洋進出を強めている中国への東シナ海や南シナ海での牽制行動を兼ねているという見方で、中国が台湾海峡の制海権を掌握するのを阻止しようという意図も指摘されています。2018年7月には、国連安保理事会に対して、アメリカ政府が文書による報告を実施、内容は、前述の安保理決議2375に反して、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものでした。北朝鮮のように経済的にも行き詰まった独裁国家が、曲がりなりにも2021年現在でも存続できているのは、後ろ盾である中国が崩壊を防ぐため各種支援を行っているのだろうというのは、もはや国際的にも公然の秘密のようです。加えて、韓国のように同民族であり、かつ地続きの国でも、北朝鮮が崩壊して難民が押し寄せる等の混乱を避けたいという思惑があるためか、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているというニュースも伝えられました。韓国政府はこの事実を即座に否定しましたが、安保理決議2375の採択後も韓国内の港湾には北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカが指摘、北朝鮮への経済制裁を韓国が破っていることに警告しています。さて、今回のニュージーランドからの P3 キロ2オライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク級フリゲートバイエルンが北朝鮮の瀬取り監視に参加するという話題に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも感じられます。これはニュージーランドという小国が隣国でアメリカ、イギリスとの新生エアカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択しているためとも思われるのです。2021年夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスなどの空母打撃群の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をイギリスもこれまでよりは積極的に警戒する側に回ったというのが一般的な解釈のようです。とはいえ、クイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路もいたずらに中国を刺激しないためか、台湾海峡を通過しませんでした。その意味では公然とした中国包囲網というにはいささか脆弱さがあるようです。しかし、それ以上にヨーロッパや EU を代表する国家という自負のあるドイツは、中国との経済的な結びつきが強固で、クイーンエリザベスらの空母打撃群以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたようです。というのは、ブランデンブルク級フリゲートバイエルンを台湾海峡を通過させない、中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明白でしたが、中国は拒絶したそうですよ。かつて2002年平成14年にブランデンブルク級フリゲート4番艦メクレンブルクフォアポンメルンとバーデンビルテンベルク級フリゲート4番艦ラインナントプファルツが中国の青島に寄港したことがありました。このようなドイツと中国との過去の経緯を考えると、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えますが、どうでしょうか。今回は中国がバイエルンの寄港を拒絶したので実現しませんでしたが、これまで中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化していくのかにも注目が集まりそうです。極東アジアで発生している北朝鮮の瀬取り問題に対する国際的な監視活動がさらに強化されています。瀬取りは海上で船から船へと不法に物資を移し替える行為で、国連安保理決議により禁止されていますが、
北朝鮮はこれを続けています。これに対抗するため、ニュージーランド軍の P-3K2 哨戒機が嘉手納基地に到着し、ドイツのフリゲート艦も日本に到着して監視活動を実施しています。これらの措置は、北朝鮮による国際法違反の監視と抑止を目的としており、ニュージーランドとドイツの参加は国際協力の象徴となっています。瀬取り監視は主に東シナ海で行われており、参加国は北朝鮮の船舶を追跡し、違法な物資の積み替えを阻止しようとしています。この国際的な取り組みは、地域の安全保障の強化だけでなく、北朝鮮に対する経済制裁の効果を高めることも目指しています。